街を使った秘密の遊び「今日の演劇」いつもの街で自分の部屋で当たり前の毎日を劇場にしよう「街を使った秘密の遊び今日の演劇は」はラジオと街を舞台にあなたの日常をふわっと自由にする秘密の遊びを仕掛けるアートプロジェクト誰もが役者で誰もが観客今日はどんな舞台の幕が上がるのか あなたももう一つの日常に遊びに行ってみませんか時刻は9時22分です。街は劇場プレゼンツ。街を使った秘密の遊び。今日の演劇のコーナーです。はい。ラジオで読み上げられる、とある行動の指示書を聞いて、みんなで一緒に街を使った秘密の遊びをやってみようというプロジェクトです。はい、今日は、えー、今日の演劇プロジェクトの井上泉さんにスタジオにお越しいただいております。井上さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さあ、 今シーズンの「今日の演劇」は第1弾として松坂屋静岡店とコラボして町を使った秘密の遊びを作っていますがついに。 遊びの指示書が完成したんですね。次に完成しました。<laughs> ししただいぶ長くかかりましたが、はい、はい、町の入り口である松坂屋静岡店を舞台にした遊びがはい完成いたしました。完成しましたね、はいこれ。どのような遊びになっているかとか聞いてもいいんですかこれあ。そうですね。うん、あのー、まあちょっと告知であのちらっと出させていただいたんですけれども、はい、赤血球になって街という体を巡ってみようという内容になっております。うん、なるほど。 なんかでもそれだけ聞いてもちょっとまだわからない部分があるんですけど。これもう早速聞いちゃいますあ、そうですね。うん、はい。あの、ぜひお聞きいただきたいと思いますが、はい、あの、昨シーズンに続き、あの、今回も指示書の方はスパックの、えー、俳優さんに読んでいただいてますのでお楽しみください,、はい。はい。では、それではお聞きいただきましょう。指示書の読み手はスパックの俳優、大内智美さんです。街を使った秘密の遊び。指示書、その1。 赤血球になってチという体を巡ってみよう。突然ですが、今日のあなたは赤血球です。チという体に新鮮な酸素を運びます。赤いアイテムを一つ身につけて赤血球になりきったら、まずは リニューアルした松坂屋をぐるーっと回ってみましょう。静岡駅前で90年も動き続けている町の心臓です。十分に楽しんだら、次は北館の地下から欅口へ通じる階段を登り、そのまま街へ出発してください。 生き生きとしたあなたが心臓の出口から送り出され、街全体に生命力を届けるイメージです。今日のあなたは、赤血球です。街という体が生きていくための酸素を運びます。はい、いかがでしたでしょうか。一回目の指示書。 聞いていてたただきましたけどもなんかあの赤血球に自分がなって街に飛び出していく、うん、でだから松坂屋静岡店は心臓っていうことですよね心臓というかね、うん、そこから送り出される血液になって、うんうんはい なんかあの僕、漫画で、働く細胞という漫画を最近はい、はい、読んだことがあって、それは白血球と赤血球の話で、うん、そんなイメージがありましたあすごいタイムリー、ありがとうございます。<laughs> で、この遊び、秘密の遊びをする上で、井上さんからこうアドバイスみたいな、はい、今回ですね、プロジェクトメンバーが、うん、指示書とセットで遊び方という解説書を作ったので、はいあの、少し長文なんですけれども、読ませていただきますね。 えー、たくさんの機能の集合体である街を一つの体として考えてみましょう。うん、道は血管で、建物や各エリアは臓器。例えば肝臓は両替腸。 ですかね<ー>すると人間は街という体の隅々まで酸素を送り届ける赤血球なのかもしれません、うん、えつまりあなたが街のお店に行ったり公園でくつろいだりすることで街は生きているということです、えー、昭和、平成、令和を通じてポンプのように人々を街へ送り出してきた静岡駅前の松坂屋はまさに街の心臓90年の間にはあの空襲ですとかあの静岡大火もありましたし、はい、建物の増改築もありました、うん、で時代 によって変わること変わらないことを選び町の入り口を守り続けてきた百貨店その蓄積した歴史は店内で見かける段差や何気ない展示物からも感じることができます。はいはい 松坂屋のえ地下フロアにある通路は、実は静岡駅から新静岡駅、瀬伸ば方面へ抜ける地下道として使われているという一面もあり、はい、毎日たくさんの人が行き交っています。うんうん、そんな使い方を許してくれる松坂屋は、なんて街思いなのかと感激、うんえー。出口である欅口の階段からは、人が次々と溢れて街へと出発していきます。その様子を観察していた私たちは、だんだんと人々が赤血球に、そして通路が大動脈に 見えてきたた。のでした突然赤血球になろうと言われても難しいかとは思いますが、はい、何か赤いものを身につけて想像力を働かせましょう、うん、そして実際に現地へ行ってみてくださいえおじいちゃんやおばあちゃんを誘って一緒にまあ、百貨店といえばおめかしなので、はい、おめかしをして松坂屋の思い出を聞きながら遊んでみるのも素敵かなと思います。うん、松坂屋ををを出発したたたた後は街を巡りなななががら赤血球になったあなたが最も酸素を届けたいと思う場所 赤いアイテムと一緒に記念写真を撮ったらぜひ見せてくださいね。うん、で、えー、もし町で遊んで疲れたら最後はまた松坂屋に戻りおい、えー、しいお惣菜を買って帰りましょうというお総菜のくだりはね。はい まあ赤いものを身につけて、ちょっと街へ飛び出していくときに、うん、まあ心臓である松坂屋を通って行ってみてください。っていうことですね、うんうん。そうですね。そこを出発地点として、こう街へこう酸素をとく届けるつもりで。まあい赤い服縛りとかもね、ちょっと面白そうだし、ねうん、あと、ねうん、なんか赤白帽とかかぶってもらっても、楽しい、ね。<laughs> 懐かしい。<laughs> 懐かしい <laughs> なぜか。はい、赤白、なんかそういう感じでね、こうなんか。 縛ば、縛ってみても面白そうですね、もう。あ、なるほどね。うん、赤白棒、いっぱいいたらめっちゃ面白いですね。<赤白> <laughs> すごいびっくりするでしょうね。でも赤白棒被ってる方いたらもう写真撮りますよ、<laughs> 僕いいかも。赤いマスクとかね。<laughs> 赤いマスクもいいですね。ねうん、はい。ということで、皆さんもぜひね、この指示書に沿って秘密の遊びを楽しんでみてください。で、その際はね、あの、ぜひ写真なども載せて、ツイッターに投稿してみていただければと思います。ツイッターに投稿する際は、ハッシュタグ、 秘密の遊び全部ひらがなでお願いいたします。はい、で松坂屋さんの方でイベントも行うそうなんですね。さんはい。そうなんです。来週6月11日にこの指示書に沿って実際にみんなで遊んでみようというイベントをあの開催します。はい、あの楽しいプレゼントもご用意してお待ちしてますので、うん、ぜひ赤いアイテム身につけて松坂屋に遊びに来てください。あの、はい、詳細はまた追ってあのホームページや SNS でお知らせいたします。はい。 来週の放送でもう一度今回の指示書を読むんですかそうですね、もう一度、一回聞いただけだとなかなか分かりにくいと思いますので、もう一回指示書を読みながら、もし先にやっていただいた方とかいらっしゃれば、感想などもお届けできればもちろん何回あげてもいいんですもんね、もちろす今日は赤い服着て写真撮って、赤血球になりましたって。 あの席になりました、はい、っていうのを一回投稿していただいても大丈夫ですから皆さん <laughs> ぜ,ひぜひどんどん参加していただきたいなと思います、はいね、誰にでもできますからねいろいろテーマ決めてやってみたら楽しいですよねですよ楽しいですよいろいろテーマね、はい、ということで街を使った秘密の遊び今日の演劇この時間はプロジェクトメンバーの井上泉さんにお越しいただきました井上さんありがとうございました以上街は劇場プレゼンツ街を使った秘密の遊び今日の演劇のコーナーでした